はい。ということで今日はですね、ジャニーズスタート関連ですね。で、今日はですね、まあ、小ネタ集というか、結構ね、いろいろありますね。例えばですね、粗品が木村大会をディスってやばいことになってるとかって話とか、あとですね、24時間テレビがついにですね、打ち切りかって話とか、そして、まあ、あとね、24時間テレビ、他にもですね、ちょっとね、24時間テレビの驚きのプランとか、あと他にもですね、木村大会と工藤静香が、やっぱりですね、あのランキングでダントツ1位になるとかね、あと他にもですね、 二宮くんが軽く炎上してたりとか、そして松潤と井上真央がですね、結婚しなかった理由とか、そしてですね、これちょっと興味深かったんですけれども、松潤が持ってるですね、まさかのプランが発覚とかですかね。まあ、他にもちょっと色々ありますね。平成ジャンプの有岡くんが結婚で、その結婚でまさかのみたいな話とかありますね。まあ、たくさん紹介していきます。ということで今日もですね、興味ない話は飛ばしながら見ていってください。はい。ということで、最初はですね、24時間テレビの話なんですけどだからね、興味ない人は飛ばしていってくださいね。 で、まずこれがですね、ちょっとね、24時間テレビでありそうで今になかった記事が一つね出てました、これね。あ、二つ出てたかな同じような記事。で、これ何かっていうと、もうね、さっきちょっと言っちゃいましたよね。なんとこれがですね、24時間テレビが打ち切りってニュース。これ出ましたね。で、まあ、これね、何がちょっとね、今までなかったと思うんですよ。これ出てきましたね。で、これがやっぱりですね、募金の横領問題、セクシー田中さん、そういったことで、旧ジャニーズ、だからね、スタートた側がこんな感じだと。 日本テレビを取り巻くスキャンダルの多さに危機感を抱いているようです。以前は24時間テレビに所属タレントを出演させることはイメージアップとなりプラスの要素しかありませんでしたが、今年は違う。下手したらイメージダウンになりかねませんね。って言われてますね。で、さらにですね、今言ったようにね、メインパーソニティに使っていたスタートのタレントたちも募金横領問題セクシーってアナカさん、そしてプラスですね、ジャニーズ問題で出演をですね、二の足を踏んでいると。 だからまあね、スタート者のタレントたちはもちろんですね、他の人たちもあんまりですね、24時間テレビには絡みたがってないっていう。で、あとこんなことも。これがですね、騒がれないためにスタートのタレントの出演っていうのは、前日か当日にですね、発表になって。で、あと他にもですね、で、同じくですね、チャリティーマラソンに出る人っていうのも同じ理由で当日の発表になりそうって出てましたよね。で、さらにですね、そんなね、イメージがすっかり悪くなってしまった24時間テレビなんですけれども、ついにって感じなのが、こんなの出てました、これ。これがですね、 夏の風物詩として放送されてきた日本テレビの24時間テレビが打ち切りの危機に瀕しているなんと実に47日目となる今年度8月31、9月1日の放送をもって中断するという衝撃プランが浮上した一つはメインスポンサーであった日産とイオンが後ろ向きになっていること今後リニューアルし違う番組に舵取りをしようという提案があったそうです あとですね、視聴率もね、どんどん低くなってきていて、そしてさっきやったようにですね、スタートのタレントたちも出たくないとかなってるんで、だったらもうですね、違う番組にした方がね、いいんじゃないかっていうね、スポンサーから言われたっていうね。まあ、ただこれですね、2 4時間テレビって、スポンサー売り上げがですね、だから CM とかの売り上げが30億円にもなるみたいで、まあ、だからね、今もあったように、やめるとか言うよりは、ほんとね、リニューアルして、違う番組の感じで2 4時間くくりの放送をやるんじゃないかっていうね。まあでもね、すごいですよね。タレントが出たくない番組ってすごいなっていう、ね。 そして、あとですね、普段だったらね、ゴールデン行く前にしているメインパーソナリティの発表もまだしてない24時間テレビですけれども、あとね、だからね、まだね、宣伝とか全然してないわけじゃないですか。ただ、これがですね、放送することは決まってるんで、水面下で撮影は始まってるみたいで、こんな感じらしいです。取材やロケは水面下でスタート。借り出されてるのは好感度の高いお笑い芸人や俳優などのようだ。ひとまず、既存の番組を中心にロケを観光。同局の人気番組である、1億人の大質問、笑ってこらえて、世界の果てまで行ってきを中心に、 同番組用のロケを全国で行っているとのこと。中でも注目を集めているのが、ザ・鉄腕ダッシュで、元出演者とのスペシャルコラボを計画しているとの噂が浮上。で、だからね、今の分ちょっと気になるんですよね。わかりますザ・鉄腕ダッシュで、元出演者とのスペシャルコラボを計画しているって言ってるんですよ。で、これ誰かっていうと、だからね、ザ・鉄腕ダッシュの元出演者っていうと、こう言われてるのが、これが、岸くん。じゃない、岸くんじゃないです、これ。これ言われてたのが、 元 t o k i o の山口くんって出てましたね。これただね、噂の段階ってのことでしたけれども、ただこれね、別の記事も出てんですよ。同じような感じで。これこんな感じ。今年9月にメジャーデビューから30周年を迎える t o k o メジャーデビュー30周年を迎えるにあたり、水面下で元メンバーの合流が噂されている。9月に向けて再びバンド活動を行うつもりのようで、山口と永瀬の電撃的な復帰が計画されているというのだ。ってあるんですよね。だからね、別々の記事でこういった噂出てんですよね。 で、これちょうどですね、24時間テレビっていうと、テレビの放送がですね、8月31日と9月1日なんですよ。だからね、東京も9月で30周年っていうね。で、あとですね、東京はですね、今年の1月とかにも、国分んがですね、ツイッターとかで、ね、山口君に誕生日もいると、とかってメッセージを送ってるんですよ。あとね、流瀬はね、どうするんだ、ともありますけれどもね。長瀬、未だにですね、頻繁にね、ネットニュースとかの記事になってますしね。なんかね、これ本当あったらちょっとびっくりしますよね。 だから、24時間テレビきっかけで、東京 k i o がね、こう復活っていうか再結成みたいになるって感じですかね。メンバー復帰っていう。はい。そして、24時間テレビの話はここで終わって、次なんですけれども、で、次が、これね、一個前の僕の動画で紹介してるんですけれども、これ、どんどんですね、エスカレートしている、粗品のタレントディスリーについてですね。で、ちょっととうとうですね、一線を越えていて、前紹介したように、粗品が、チェアライジとのコラボ動画で、これね、粗品がね、自身のタレントディスリーについてこう言ったんですよね。これ、前紹介しましたけれども。 こ,れそしこう言いました。そういう芸風ですね、最近は。いいのを見つけた思て。宮迫は飽きられるから、次は芸人じゃないけど、キムタク。今はまだ、木村拓や挨拶無視されたのと、めっちゃ小さかったってのを言ってる。あんま言ってる人おらんってことで、いいのを見つけたみたいなのが今、って言ったんですよね。もうちょっとね、恐ろしすぎますよね。だからこれからもですね、どんどんね、木村拓也を宮迫みたいにですね、頻繁にディスっていうことしてるっていうね。それを明言しちゃったんですよね。で、そうしたら、多分これね、 ソシュナが今言ったようにですね、木村竹をね、さらにディスっていくって、明言する。その前に書かれてる記事でもこんな感じなんですよ。わかります今の発言をする前にはね、こんな記事出てるんですよ。ご紹介したんですけれども。で、それが、読んできますね。そんなソシュナといえば、これまでも数多くの著名人に毒づいてきた。ソシュナさんの著名人に対する毒舌は、昨年頃から顕著になりました。人気アイドルグループの金 i のプリンスや高 e や、講談師の神田伯山さんをはじめ、例を挙げればキリがありません。羽生譲さんには、ィックトックが気象いと悪態を付き、 今年1月にも芸人仲間のお笑い通りを3時のヒロインの福田希さんをテレビに出てる芸人の中で一番おもんないと気なしていました。それだけでなく木村拓哉さんについては二度も無視されたと暴露してましたからね。で、確かにこれですね、有吉弘之みたいに毒舌で成功した人もいるんだけれども、ただね、素しはまた違って笑えないという声が目立ってきていて、で、テレビ業界の人もですね、それについて普通にですね、困っていて、で、これですね、テレビ局の人が言ってるんですけれどもこう言ってます。 ソシナさんの発言には現場も頭を抱えています。木村拓哉さんをはじめ、今後も有名人をけなすような発言を続けられると、下森明朝と同じ日に収録ができなくなるのではないかと危惧されているんです。各テレビ局では同じフロアに楽屋があります。ソシナさんがけなした有名人とソシナさん本人が同日に収録があった場合、番組の収録時間をずらしたり、スタジオまでの動線を変えたりしないといけなくなります。めんどくさいですよね、そんななるとね。で、こう言ってます、さらに。局としてはソシナさんに注意したい気持ちはあるようですが、 下モ明星が出演する番組は個人視聴率も高いため伝えられないのが実情だそうです。一方、YouTube が好調な粗品さんは地上波へのこだわりはさほどないようで言いたいことを言っている状態だと聞いています。テレビ局側からも使いづらいと難色を示されている粗品、まさに裸の王様になれかれないピンチに直面しているようだってありますね。ちょっとね、これ、松本年以来聞きましたね。裸の王様って。まあ、でも実はですね、裸の王様になれるだけでもすごいんですけどね。 で、さらにさっき言ったんですね、この後に粗品がですね、さらにどんどんね、木村拓哉をターゲットにしてディスっていくなんて言いましたからね。まあでもね、今あったように、同じ時間帯の収録ができないってのもそうですけれども、他にもね、これね、粗品と共演 NG ってタレント、どんどんね、増えるしかないですよね。大丈夫かっていうね。あと、これですね、ジャニーズがもしね、ジュリーさんの体制だったら間違いなくですね、圧力がかかって、粗品が干されるか、そこまでいかなくてもですね、吉本興業から厳しい注意がね、あったでしょうね。 現にこれね、元プラスマイナスの岩橋さんも最後はですね、陽子さんに絡んでですね、吉本組になってますからね。だからさすがにですね、キムタクに今後もね、いろいろ言うんであれば、さすがにちょっと吉本興業もね、言うんじゃないのかっていう。それでもね、ジャニーズと違ってスタートだと見逃されるのかどうかっていうね。まあでもね、木村拓ぐらいになるとですね、テレビ局から吉本興業にお願いが行くかもしれないですけどね。はい。そして次にですね、ちょっと紹介するのが、すごくね、ネガティブなランキングが発表されていて、これがね、 その名も応援できない急ジャニタレント夫婦ランキングなんですよね。で、これなんでですね、この並びで紹介するのかって言ったら、そうなんですよ。だからね、なんでね、今ね、木村拓哉の話どうのこうの,の後に紹介するかっていうと、まあ、そうなんですよね。やっぱりね、1位になってたのが、やっぱり木村拓哉と工藤静香の夫婦でしたね。まあこれね、理由はですね、いろいろありましたけれども、やっぱりね、一番多かったのが、スマップの解散の原因だとかって言われてましたね。 で、あとですね、どの夫婦がパッと浮かびます皆さん、これ。これね、じゃあね、2番目いきます。2位が、岡田純一、宮崎葵でしたね。まあなんかね、聞けばね、なるほどって感じですよね。で、これね、書いてあった理由っていうのが、宮崎葵が当時ですね、高岡壮介と結婚していて、で、浮気をしたって報道されていて、まあね、報道っていうかね、これね、高岡壮介自身がほぼね、そうだって言ってますからね。で、あとですね、結婚発表がですね、クリスマスイブだったっていうのが、そのなんかね、 ファンへの配慮が足りないとか言われてたりとか、まあ、でもね、本人たちはね、クリスマスイブに、ね、発表したかっただろうって思うんですけどね、<laughs> これね。まあ、だからね、アイドルだからダメなのかっていうね。そうして3いきます、3位最後は3位。3位ですね、これね、僕的にはちょっと意外だったのが、これがですね、城島茂、菊池梨沙なんですよね。まあ、僕はですね、このね、お嫁さんの菊池梨沙さんとか、知らないからね、ちょっと意外と思ったのか、これね、理由がね、こう書いてありました。理由が、年の差ありすぎって声が多かったですね。 これね、なんか、2019年ね、結婚発表したんですけれども、当時ね、城島リーダーが48歳。そして、嫁のですね、菊池さんが、グラドルで、25歳下で、当時ですね、23歳だったらしいんですよね。だから、48歳と23歳のグラドル結婚ってことで、で、まあ、ちょっとね、年の差どうなんだって声が多かったらしいですね。で、まあ確かにこれですね、付き合った時ね、何歳だったんだろうって思いますよね。だから多分ね、菊池さんが、大学生の時でしょうね。で、でもね、これね、菊池里紗さんって、 気になったねでちょっとね、確認してみると、なんかね、ちょっとね、気になったとこあったんですよ、プロフィールの中で。これね、プロフィールに、まだですね、大学生だった時に、こうあるんですよ。2017年に、週刊プレイボーイで、かねてから趣味として書いてた感納小説を、自身のグラビアと共に発表したってあるんですよね。どういうことっていう。な、グラドルで感納小説を書くのが、なんか趣味だったっていうね。で、それで感納小説書いて発表してるっていうね。自分のね、グラビア写真と一緒にっていう。どういうことっていう。なんかね、 そんな嫁もらっていいのってよね。ちょっとね、いろんな意味で、城島茂、エロすぎるだろうと思ったんですよね。うん。なんかね、でもね、こんな感じだと、むしろね、ちょっと気持ちいいですよね。なんか、いいんじゃないですか <laughs> <laughs> でもね、女性ファンプラスはちょっとね、なんか気持ち悪いとか言う人いるんですけれども、なんか分かるなってますけどね。そして、あとはですね、第4位。第4位が、これがですね、森田郷宮沢 D でしたね。まあまあまあって感じですよね。 ただね、理由は、ね、特に意って感じですけれども、なんかね、ファンとしてはバツイチの女に取られて嫌だったみたいなのが多かったですからねそしてあとね、5位はですね、中丸くんと笹崎里奈さんですねで、このですね、笹崎さんこれ結構ね、何者言いでアナウンサーになってますからね。ね、なんか、ね、アナウンサー試験受かったんだけれどもその後ですね、夜のお店で働いてたのがバレてですね、それでだめですってなったんですよねそれでちょっとね、裁判を起こしたのかな。 裁判かなんかして、で、まあ、なんかね、勝つというか、それで、だったら OK って感じで、日本テレビにね、アナウンサーに入ってるんですよね。で、その後、ジャニーズと結婚して、退社っていうね。うーん。まあ、ちょっとね、ノーコメントです、ノーコメント。<laughs> はい、じゃあそして次のニュースなんですけれども、これはね、結婚というと、前に紹介した平成ジャンプの有岡くんと女優の松岡真由さんの結婚なんですけれども、これね、ちょっとね、紹介しようかと思って、前ちょっとね、紹介しなかったんですけれども、これで何かっていうと、 ツイッター界ナンバーワンの暴露系の滝沢ガレスさんがね、ちょっとね、まとめてたんですけれども、なんでもこれがですね、有岡大輝くんを押すために、そのために風俗女になったって人が、これがですね、複数現れてるって話だったんですよね。これね、例えばこんな感じ、これ、ツイッターですけれども、私が風俗という場所で働くきっかけになった人が、昨日結婚発表しました。小児の時に好きになって、今でも好きです。高校生の時から会うためには手段を選ばず、18歳になってすぐこの業界にデビューしました。 彼がいなかったら今の私はいなくて絶対にこの仕事を選ばなかったです。人生をかけて追っかけて応援して冷静に振り返っていくら使ったとか考えるとなかなか怖いけど後悔どころかむしろ感謝しかないです。みんなに出会えたのもこの人のおかげです。昔散々ホス狂いって言われたけど実は気質のただのジャニオタでした。あたりも先にもアイドルは彼だけが好きです。これをきっかけに引退しようかなって正直考えたけど今度は自分のためにもう少しこの業界で頑張ろうと思います。 余談夜な写真を見返して、解雇したノリで突然のカミングアウトしてみました。出てますね。うーん、まあ、だからね、アイドルは有岡くんだけ押してるけれども、ホストには結構ね、狂ってるってことなんですから、どうなんでしょうね。あと他にもですね、有岡くんを押すために風俗で働き始めたと、他にもあるんですよ、こんな感じ。有岡大家が結婚したら、私は有岡大家のために始めた風俗を辞めると言ってたけど、現実問題支払いもあるし、無理だ。大ちゃんはきっかけだったけど、今の私は私のせい、ピアで良かった。熱愛で降りて良かった。 今、オタクだったら飛び降りてた。よかった。本当に本当に。何がよかったか分からないけど。って、いろいろ書いてあるんですよ。これね、すごい連投してるんですよ。で、連投してあって、なので、ね、この人はですね、有岡君を押すために、若い頃ですね、援助交際してたどの頃とか、いろいろ書いてあるんですよ。まあ、だからね、今おお勝れでと。でも、きっかけは有岡君だったっていうね。そんな感じですね。で、これね、僕ね、何度か動画で言ったことあるんですけれども、それですね、何かっていうと、ジャニーズのタレントたちっていうと、ホストと結構ね、同じ属性、同じマインドの人たちだって僕思ってるんですよ。 まあほんとちょっとね、理由はいろいろあるんですけれども、例えばね、分かりやすいところだと、例えばですよこれね、2B に合流した三宅くんとか、三宅くんですよ三宅くん。なんか一番ピュアっぽいじゃないですか。でもその、三宅くんでさえなんかね、2B で自分のファンクラブできましたって、なんかね、YouTube ライブで話をしたんですよ。YouTube ライブで僕ね、ファンクラブ作ったんでみんな入ってくださいってやったんですよ。けれども、その時ね、もう普通にですね、みんなバイト頑張ってねーって言ったんですよ。<laughs> 僕ね、僕ちょっとびっくりしたんですよ。それね、思ってても、 言っちゃダメなやつって思ったんですよね。まあ別にね、炎上とかしなかったんですけれども、ちょっとね、って思ったんですよ。これ面白かったんですよね。だからやっぱりですね、ジャニーズってね、SNS とか使うのって向いてないんじゃないかと思ったんですけどね。で、あとですね、ジャニーズを押してる女の子に対しても僕ちょっと思ってるのが、これね、リアルな世界でも実際にね、これ僕は知ってる人で、ジャニーズのためにキャバ嬢をしていて、で、周りからですね、風俗嬢になるのを止められてる人いますからね、僕知ってるんですよ。で、あとね、その人もやっぱり、 ホストにもね、ハマりそうだから、周りからですね、ホストクラブに行くのも止められてるって言わね。まあ、ちょっとね、雑談みたいな感じでしたけれども。あ、あとね、これ、本当に、ジャニーズと出会うために、そのために AV 上になる人って、これね、本当にいますからね。結構ね、有名な話ですよ。一部で有名な話ですよね。はい。そして、次はですね、これも本当ね、たまたまなんですけども、またお金の話なんですけども、なんかね、松潤が独立してですね、自分の会社作ったんですけれども、その会社名が、 MJC インクなんですけれども、で、そのね、会社の登記を調べると、事業目的とかって書いてあるんですけれども、そこに、ちょっとね、うんって思うようなものが書いてあったんですよね。例えばですね、普通書いてあるのが、例えばね、ライブをするとか、イベントのプロデュースとかいろいろ書いてあるんですけど、そういうの分かるじゃないですか。なんかアイドルのプロデュースとかね、育成とか。でもこれがですね、松潤の会社に書いてあったのが、例えばね、こんな感じ。農業及び農地の賃貸借って書いてあるんですよね。だからこれね、んなんかやるのかって思うんじゃないですか。 で、たださらに、こんなのも、有料職業紹介及び労働者派遣事業とかあるんですよ。うんって感じじゃないですか。まだまだ、まだまだいます、これ。うんって思うんですけれども。で、まだね、ここまでは全然いいと思うんですけれども、僕はちょっとですね、あれって思ったのが、これが、なちょっとがっかりするんですけど、これが、仮想通貨の企画、開発発行、売買、仲介、圧旋管理及び投資運用ってあるんですよ。だからね、まさかの、 松潤コインか松潤コイン出すのかって感じなんですよね。も、ま、う、あ、だからね、ガクトコインでね、うんざりですよね。あれもあの時ね、いろいろあって、お金に困ってるガクトがですね、魂を売ってファンからね、荒稼ぎをしたっていうね、あれでうんざりですよね。ちなみに僕もですね、あの時ね、魂ちょっと買いましたからね。まあね、なくなってもいい金額で買いましたけどもね。で、なくなりました。<laughs> そんな感じですよね。確かね、2017年頃ですからね。まあだから本当にですね、松潤にはそんなことにしてほしくないんですよね。誰かのね、入れ知恵なんですかね。 あとね、ちょっと、本当にこれ、ついで、すごいついでなんですけれども、そういえばってぐらいの話なんですけれども、ふとね、たまたまね、そういった記事見たんですけれども、これ、ね、松潤、松潤関連なんですよ。それちょっと思い出したんですけれども。で、これ何かっていうと、これがですね、井上真央さんと松潤。まあ、結局ね、結婚ね、しなかったじゃないですか。で、あ、なんだなんだって、そうだったのかと思ったのが、これがですね、井上真央さんっていうと、総価学会なんですよね。もうこれね、2015年に週刊誌がですね、 井上真央さんのお母さんに聞いたらですね、普通にね、お母さん答えるぐらいなんですよね。これね、お母さんがね、こういう感じで喋ってるんですよ。これ、井上真央のお母さんですよ。私の母の代から総合学科に入ってるし、私の娘も進行しています。今、ドラマの撮影で忙しいので、昔のように活動はできていませんがね。って言うんですよ。だからね、お母さんが娘も入ってるって言うんですよ。娘だからね、井上真央ですよね。まあ、だからね、別にいいとか悪いとか置いといて、まあ、だからね、松潤と結婚しなかったのかなって思ったっていうね。まあ、それ、思っただけ、僕は思っただけなんですけどね。 でもね、そういった話結構ね、芸能界でね、たまに聞きますよね。だから、例えばですね、某ね、石原さとみとか、某ですね、IT 社長の話とかね、聞きますよね。まあ、だからこれがですね、松潤じゃなくて、滝沢くんだったら全然ですね、井上真央と結婚ね、できたんじゃないかってね、ちょっとね、思っちゃいましたね。はい、ということで、今日はですね、こんなところでございます。